こんにちは、すなすけです。今回はシナンジュの胴体の背中部分についているバックパックの白色部分を塗っていきたいと思います。こちらですね、塗っていたやつですね。でもついてかっこよくなりました。じゃあね、これですね、今日塗るのはこれのこの棒の部分ですね。で、この棒の部分を白色グラデーションで塗っていきたいと思います。こうなるんですよね。白色グラデーションなんですが、ドライブラシを使ってちょっと簡単な感じで白色グラデーションできないかなと思ったので、ちょっと実際この動画でね、私やってみようと思います。実はね、ドライブラシで白グラデーションやったことないんですけど、もう挑戦してみようと思います。はい、うまくいくといいですね。うまくいくしかないということで、ちょっと頑張って塗っていきたいと思います。はい、白のグラデーション終わりました。もうね、2本ともね、ババッと塗っちゃいましたね。はい、どうでしょう、いい感じになったんじゃないかなと思います。結構ね、この筒のね、丸みをねグッと出したかったので、暗い部分というかね、グレーの部分がね多いんですよね。真っ白っていうよりは本当に立体感を強調して、暗い色、グレーを多めに使ってます。はい、じゃあシナンジュにねつけたらどんな感じかっていうね、背中につけたら、お、こんな感じです。かっこいい、かっこいいですね。わー、早く完成させたいですね、これは。はい、ということで、ドライブラシと少しね、普通のね、ドライブラシとはまた違ったね、普通の、まあ、水で溶かした塗料で塗るというね、普通の塗り方もね、仕上げに使いました。はい、でまあ大体ドライブラシメインで塗ったんですけどね、すごくね、滑らかないいグラデーションがかかったと思います。はい、じゃあこの動画がね、参考になればいいなと思います。では皆さん、今回はこの辺で、じゃあねー、またねー。